ベラドンナベラドンナの果実ベラドンナは、ナスカオオカミナスビ属の総本。和名は、オオカミナスビ、大走りどころ、西洋走りどころ。ベラドンナは、西洋で自生する多年層で、最近では、北アフリカ及び西アジア、北アメリカの地域で帰化している。自生している場所は、山間の日陰などで、湿気が多く、石灰質の越えた土壌の場所で群生しているのを見る。 ことができる。早春に葉に包まれた新芽を出し、全長は4 0トルから5 0トル程度、最高で5メートルほどにもなる。カキは夏ぐらいまでで、くすんだ紫色の花を咲かせる。この花が過ぎた後に、緑色の実をつけ、1センチメートルほどに膨らんで、黒色に熟してゆく。この実は甘いと言われるが、猛毒を含んでいるため絶対に食してはいけない。 名前は、イタリア語で、美しい女性を意味する、ベイリアドンナの読みそのままで、古くには、女性が動向を拡大させるための賛同剤として、この実の抽出物を使用したことに由来する。栽培する際に注意すべき点は、日光に非常に弱いので日よけをする必要があること、栽培地によっては、飲みム虫の一種であるロンジェターズスウォーターハウスイの、食害に遭いやすいため、 定期的に農薬を散布する必要があることである。また、種子からの発芽は発芽抑制物質の存在のために容易ではないことも考慮しなければならない。前奏に毒を含むが、根茎と根が特に毒性が強い。また、葉の表面にも油が浮いており、これに触れるとかぶれが起きる。主な毒の成分はトロパンアルカロイドで摂取し中毒を起こすと嘔吐や賛同。 異常興奮を起こし、最悪の場合には死に至る。これは、走りどころ族の走りどころなどと同様の症状である。ベラドンナのトロパンアルカロイドの成分は、ヒオスチアミンやアトロピン、他にノルヒオスチアミン、スコポラミン等が含まれる。これらの物質は副交換神経を麻痺させるため、戦術のような症状が起こる。また、鳥類としか ウサギなどの多くの動物はベラドンナを食べても中毒を起こさない。ベラドンナを食べた動物を人間が食べて死に至ってしまう場合がある。日本国外では身をブルーベリーなどと誤認試食中毒を起こした例が報告されている。用法、容量を守って使用すれば有用であり、成分の強い根茎と根はベラドンナ根という薬品として日本薬局方にも収められている。 ベラドンナコンに含まれるアトロピンは、硫酸アトロピンの原料になり、ベラドンナコンの成分を水、またはエタノールに浸出させたものは、ベラドンナエキスと呼ばれる。また、ベラドンナ総アルカロイド成分は鼻水を抑える、効果があることから、多くの市販鼻炎薬に含まれることがあるため、稀に全身に発熱を伴う発疹などの、薬疹症状を呈することがある。ありがとうございます。